テレ防災ラボです。地域密着型の気象防災情報発信基地防災ラボです。なんといっても明日の天体ショーなんですが、はい、すごいレアな天体ショーだってことが分かりました。<お>昨日は言わなかったんですが、はい、どれぐらいぶりの天体ショーなのかっていうのをちょっとで、ね、皆さん期待高まりますよ。驚くかもしれません。はいえー、で来週やっぱり劇的にですね大気の流れが変わるという情報もお伝えをしたいと思います。はい、まずは皆さんからいただいた季節の便りなんですが。はい 今日雪虫を見たって方が結構いましたね。いわき市洗濯物を干していたら雪虫を見つけました。えー、私まだ一度も見たことないかも。あの、暖かい日に出てくるんですよ。えー、だから週末たくさん出てくると思います。とど、はい、のね、大渡虫。アブラムシの仲間です。うん、で、この白いのは、あの、油ですから。あ、なるほど。雪みたいではないってこと。ですあんまりこういうこと言わない方がいいですね。<laughs> 夢持っといた方がいいかな。えーはい、難点が色づきました。 これも結構、晩秋というか初冬ですよね、うん、それから今朝初冬といえば冷え込みました、結構ガチガチに凍ってますね、明日朝も皆さん、こんなようになりますよ。 だから今夜のうちにあの毛布とか置いといた方がいいと思いますあのやっぱり最近あのガソリン代が高いからはい。あんまり暖気運転するとねもったいないっていうのがあると思います、はいえー、なので皆さん明日朝気をつけてくださいそして紅葉蛇の花すごい蛇の花もう落ちてますね黄色でも絨毯綺麗ですねノンベイさん本当にうまいうまいですね構図がねすごいそして会津若松和おっちゃんさんもあこれまたすごい真っ赤ですね <laughs>、えーえー、そしてこちらは いわき市からはですね、綺麗なグラデーション届いております。すさあ、もう晩秋はね、紅葉が綺麗なんですけども、はい、月も星空も綺麗です。うん、今の空、見てみましょうか。こんな空でございます。綺麗ですね。で、これを見たツイッターで、こういう書き込みがありました。バンダイ梯山マニア、どう見ても満月にしか見えない。うん お月様はさんさんと輝き眩しいです、はい、明日が楽しみですやっぱ皆さん気になってますよ気になってますね、はい、これですよ明日の月食は晴れますか、はい、ということなんですけどもね、うんえー、月食こちらでございます明日の月食なんですが地球の影が月に映るのが月食です、はい、で明日の月食なんですけれどもなんと98%が欠けるんですよ<ー>だからほぼ回帰月食ということなんですが、はい、注目は時間 実は福島では月の出が午後4時21分で早いですねあの月食が終わるのが午後7時時分でですすじゃあ結構長い時間長いい間んですなんと3時間26分の非常に長い月食<ー>ここに注目で実は米国のです、ねはい、天文情報サイトアーススカイは、はい、この3時間以上の月食をこんなに長い月食は。 1440年2月18日以来すごいすごいでしょ600年ぶりこれだけ長く見られるのは2669年絶対見ななきゃ損じいですか金子さんも私も生きてないそうですからだからこそ見なければいけないということになりますさあじゃあ見られるのかどうかなんですけれどもこんなふうに見られます明日98%の月食ですからほ,、まあ、ほぼ皆既月食なんで。 おそらくこういうふうに、尺道色に見えるということなんですよね、晴れれば、雲かからないいででほしすね晴れればじゃあどうなるのか、ちょっと今ね、6ヶ月前のことがありま6ヶ月前、外しましたから、私、ちょっと怪しいんですよ、これね、ちょうど午後5時、かけ始める前あたり、かけ始めるころですね、かけ始めたころか、もうかけてるころだ、雲かかってます。白い時 うっすらそうなんですよ、7時、これ、全部薄雲ね、えー、抜けるんだけど、はい、ちょうど月食のタイミングで、はい、なんと薄い雲が流れ込む、えー、皆さん、この薄い雲、流れ込まないように願っててください、い<や>あ神頼みかよみたいな、<laughs> <laughs> 雲ねどううなんだろうそう今のところ天気予報では薄い雲がかかってくる、えー、でも恐らく見られると思いますまで、えー、期待しましまょう明日の天気です。 えー、本当に朝から雲一つないんですよ。晴れまく気持ちいいですね。このままだから夕方まで続けば間違いなく見られるんだけれども、はいえー、ちょっと夕方から夜にかけて少し雲が多く出てきます。はいえー、昼は小春日和になります、えー。中通りの北部です。中通りの北部もこの朝の冷え込みがやっぱり強烈なんですよね。はい、あのダテは0度で。 福島市が3度ですから、明日朝、もしかしたら初霜が観測される可能性がある、あはい、で、今日今年初めてです、ね、氷点下を観測した郡山の気温を見てみましょうか、中通り南部です、郡山も2度まで下がります、寒いで,す、ね、小野では氷点下1度ですから、<わ>明日朝はダウンジャケット必要ですね、はい、今朝と同じ仕様で出かけてください、うん、ところがそれが邪魔になるのが昼で、20度近くまで上がるんですよ。 だから朝と昼の気温差の大変大きな一日、はい、まあこういう時というのは大抵あ,あの穏やかなんですが、穏やかな秋日和になりそうです。はい、えー、そして、えー、浜通りです。海は明日も穏やかで、明日平日で休みという方は釣り楽しめます。はい、青空と青い海、これ土日も期待できそうということなんです。そうなんです、最高なんですよこの週末。はい、気温も上空1500メートルの偏差を見ると、 あの明日から,ほらずーっと高いでしょう、ちょっと暖かいところが金子さん、火曜日どうですか、一気に下がりますね、ええ、実は月曜日に暖気を伴った湿った空気、この日に雨が降ります、はい、雨の後に一気に冬がやってくる、そう、23、24日は会津平地でもみぞれの可能性が出てきました、はい、週間予報です。ということで、場の転換が22日月曜日の雨を境に起きます、えー、ですから、22日頃までにぜひ皆さん、タイヤ交換を。1はこちら 紅の月ともみじの生きな夜福テレ防災ラボでした